すごい光の状態ですが、今からサンティーを作ります。サンティーっていうのは、このねサンシャインね、サンシャインの下で出すティーですね。で、何が向いてるかというと、サムオブザハーブティーが向いてます。例えばハイビスカス、私がよくやってるのはハイビスカスとか、あとここにもねいっぱいあるんですけど、カレンデュラってマリーゴールドですね。カレンデュラ、レモングラスで、カモミール、これ量り売りですね。これらで、ローズヒップ、これはエルダーベリー、カルダモンはインドっぽいです。でリコリス、これ甘草ですね。甘草、甘い草って書いて甘草で、フェンネルシードとかオーツストローとか、ラベンダーの実ね。で、これが、なんだっけ、なんとか豆。ブルーの液体になるやつ。なんとか豆。バタフライピー。で、これもブルーの液体だけど、こっちはマローの花です。違います。んで、多分この紫系はね、目にいいんだよね。なんだっけ、なんていうやつだっけ。ほら、ブルーベリーとかに入ってる。クロロフィルじゃなくて、なんとかってやつ。忘れちゃった。で、今日私が作るのは、用意してもらうものは大きいジャー。大きいって、まあまあ自分が飲む分なんだけど、こういうメーソンジャー。それで、とっても便利なのが、ジョーゴなんですが、このジョーゴ。ほら見て。これお味噌汁とかを継ぐときでも、シリアルを継ぐときでもすごい便利なんです。絶対こぼれない。これで、入れていきます。ハイビスカスの花をね、私大雑把なんだよね、測ってないから、この瓶だったら一つかみみたいな、この瓶だったら一つかみ。そこにですね、絶対に入れたいのはレモングラス。なぜかっていうと、ハイビスカスとレモングラス、ビタミン C、クエン酸的な、これカレーのスプーン大さじ1杯ぐらいですかね、は、筋肉疲労にもいいし、で、皮膚の美容にもいい。で、コレステロールにもね、すごい効くんですよ。で、ハイビスカスととっても相性がいいのがローズヒップなんで、ローズヒップ。これを3個か4個入れたいんですが、このまんまだと多分出ないので、これをね、切っちゃいましょうね。切っちゃいましょうって言って、キッチンバサミでいいと思うんですけど、キッチンバサミで2つか3つぐらいに、よっしゃ、切って入れます。よっしゃ、なんでよいしょって言うんだろう、言わなくても変わんないのに。あれ、さどっこいポケモン温度ですね。はい、愛の手を入れて、ほんでこれでいいんですけど、酸っぱいのでリコリス入れます。リコリスって甘草、甘い草って書くだけあって、甘くなるんですよ、液体が。だからあんまり強くないものの時はリコリスも少なくていいんだけど、これ酸味がちょっと強いのでリコリスも若干多めに。若干多めって分かんねえよっていうでしょ。大体そうだな、小さじ2杯ぐらい、ティースプーン2杯ぐらい、いわゆるカレーのスプーン1杯ぐらいかな。で、ここにカレンデュラ入れてもいいし、カモミール入れてもいいし、カレンデュラだったらなんか胃に効きそうなね、マリーゴールドね、胃に効きそうな気がするし、カモミールだったら落ち着きそうな気がするんですが、今日はこれだけでしようかな。でね、本当は、この間、さなえさんに教わったんで、杉菜を入れたいんですよ。杉菜は骨を強くする。なんだけど、ちょっと杉菜は5分以上置くといけないという、あれがあるので、杉菜はそのインフューズ、浸すのとか煮出すのに向いてない。ので、杉菜はもしかしたら後入れで、こした方がいいかもしれないですね。まあ、要はこんだけ入りました。この中にお水入れてきます。
で、これね、ポイントはね、お水をね、割とギリギリまで入れる。割とギリギリまで、本当にギリギリまで入れた。拭いて、ギリギリでこぼれるかなっていうぐらいで、わかる？表面張力わかるよね。で、蓋する。そうすると、隙間が、空気の隙間があんまり出ないので、私はサンティーに向いてるような気がします。それをこの、ほら、太陽の光の下に4時間とか置く。で、あとは、これをこして、他の入れ物に入れて、で、そのままストレートで飲むなり、お水で割るなり、私はソーダで、ソーダ水、ソーダストリームで割るのが大好きです。そんな感じで、これから夏にいいと思います。じゃあね。